入ってなかった。山田決算会。こんばんは、山岩と申します。さあ、今日もや、今月もやってまいりましたね、山田決算会ということで、今回はね、2012年12月ということで、の収録分ということで、2012年10月にね、ニコニコ動画で、入ってきたね、収益の詳細とかをね、チェックしていこうという形になりますね。ではね、どんな感じだったのかね、早速ね、見ていきましょう。あんまり、ね、時間かけない。なぜならね、こんな後仕事なんだ。よ。あ、そっか、切る必要ねえんだ。で、今回ね、2012年10月分ということなんですけど、よっこしょ。はい、ということでね、早速見ていきましょう。このね、増えた収入窓口の画面に来てるし、もうドンと出てますよね。10月分はですね、2392円でした。まあ、ちょっとここ最近のね、ところ2000、最近だと、過去の、履歴だと、2902円とかね、2500円とかだったんで、でここで2200円から2500円、2900円って来てましたけど、ここに来てね、ちょっと2300円と、ちょっと下がっちゃったなという形でございますね。初めてのダウンかなということなんで、最初はまあ10円からスタートでしたけどね、シュ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 って伸びてきて、ここでちょっとダウンが入ったと。これはね、ちょっとどういう原因があるのかなというのを、ちょっと過去作品をね、実際、この時代のやつをね、もうね、あらかじめ準備しておきました。10月にどういう作品投稿してたのかなというのを振り返りながら、原因とかをね、探っていこうと思います。まあ、やはりね、マイナスになるとね、見ないといけないところも増えてくるなということでございますね。なんですけど、動画の方は、こんな感じと、数字としてはこんな感じですね。61本の投稿っていう風になっておりますんで、まあ、この間とかがもうちょっと影響あるのかなという感じがしますね。あ、しまった。消してしまっとった。ここからですね。10月の1日ということで、どこから始まってるかというと、あれですね。長島駅と紀伊長島駅を間違えてしまったシリーズ。あそこから始まって、ずーっと行って、まあ、このシリーズがずーっと上がってくる形です。で、見ていくと、ここはまだあれかな。10月、1、2、3、4、5。そうですね。休日に5本投稿やってるんで、まだ、古い動画のストックを出しとったよ。なんですか、もう1ヶ月前ぐらいにしまってるのかな、ということです。いうことなんで、もうこのあたりで確かそろそろ追いついてくるなという時期だったんですね。ですね、まあ、それもあって、という感じですね。まあ、再生数でどこだけとかちょっと伸びてるのかなっていうところか。あったりしますね、という感じですね。で、あとは、この辺りから同時公開だったっけな。この辺りからだったと思いますね。サブちゃんがずーっと入ってて感じで、まあ、サブちゃんとかも入っとったんで、やはり再生数はね、ここまで。ですね、まあ、収益申請だとちょっと伸びたのかな、というところら辺かな、というところら辺なんで、まあ、どこも、まあ、やはり、一桁台が続くな、という中で、まあ、これはね、今までも同じだったんですけど、でこの辺りからね、18、19、18、17とって、一日一本に減ったんですよね。要は、ストックが全部尽きたんで、YouTube と同時公開になった。その兼ね合いで、今までね、週、25本、3、5、15の25本。で、まあ、月100本投稿ペースだったのから、まあ、普通にね、一日一本、まあ、週10本いけるのが40本の投稿ぐらいに、減るという形になったんで、それもあって、単純に投稿している動画の本数が、減ってるってことですね。まあ、どれも、基本的にはそこまで、再生数の差はそこまで出てないのか、まあ、8とか1桁が多いですからね。ということを考えると、まあ、単純にそこのところなのかな、というところですね。で、11月3日ですね。最後が、あれか、横須賀動画ちょっと作ってみたりとかね。まあ、この辺も全然、まあ、試しに作ってみたやつなんで、あれなんですけど。で、天の橋立て駅の、そこら辺までの動画ですね。まあですね、途中から今日、京都丹後鉄道ターミナル駅、完全制覇の旅が、完全同時公開っていうような形だったんですね。っていうところで。まあでもやっぱ、京都丹後鉄道のやつは、そうですね、ユラゴンのやつとか、やっぱユラさん絡みとか、これ絡みとかになってくると、ちょっと飲みやすい傾向はありそうですね。あとやっぱコメントいただけるところは、またコメントが入った時にね、上に上がる。そうすると、皆さんがアクティブな時間にね、書いてもらうと、
やはり、コメントの上に上がってくるその分ちょっと見てもらいやすくなるという傾向があるのかなという感じがしましたね。こんなあたりぐらいかなというところなんですけど、ただね、ちょっと面白いデータはありましてですね、こんな感じで10月のやつに出してみました。こんな感じで投稿数が減った兼ね合いで、再生数もだいぶ減りましたね。本格投稿を始めて、まあ、これは実はあのピークは352本、あのバカ投稿した時ですね、あの1日180本投稿とかやった、時がやはり一番多いっていう風になっておって、まあ、そこからそんなに伸びてないっていうのが、正直なところではあるんですね。で、コメント数とかもやはりその値で減ってきているっていうところで、実は減ってる割には再生数、これね、見てみると、再生数がね、こんだけ1000再生落ちて半減している割には、そこまで、収益の方は変わらないんだなっていうのはちょっと意外です。それだけ減ってるので、1000円台とかでいくんだろうなという感じで思ってたんですけど、ですので、逆に言うと、単価で言うと、最初はね、4ピリオドはそんな感じだったんで、まあこれでも実は、YouTube の収益がね、1再生あたり 0.2 円って言ってるから、高いなっていうところなんですけど、実は、これだと単純にその、再生数対比だけで見てみると、実は 2.51 円ということなんで、再生数対比ですね、そうですね。収益が2392円なんで、そういうことですね。2.5 円ということは、実は収益単価はめちゃくちゃ高い形になるんですよね。まあ多分これは、YouTube が単純に広告収益の、要は再生数に合わせて、入れていくっていうのに対して、ニコ動は、そこ以外のところもね、カッピーするよ、コメントとかグッドの数とかね、そういったような、盛り上がりに対してっていうふうにやってるんで、きっとそのあたりが考慮されているのかなというところですね。結果 2.51 ってことで、単価としてはすごく高くなってる。これ、実は、YouTube の10倍以上って考えてみると、今2円切ってるよって言われててね、安いところだと、0.2円切っていて、とかってね、言われておって、まあ、0.1 円とかね、結構、それぐらいとかっていうようなね、平均単価みたいな話も出てきてるんで、そうすると、かなり、こちらの方が、効率はいいのはいいっていう形になりますね。ですのでね、結構ニコ動の方は、案外、そういう意味で言うと、うちらみたいな感じでやってるところには、結構数打ち当たるでやってるところは、結構、助かる、傾向はありますね。ということでございますね。で、もうこの段階でね、実はね、最近気づいたんですけど、振り込みが来る前にの段階で、実はその収入窓口のところで、一応予定金額がもうここで見えるんですね。11月もね、見えるんですよ。ですので、もう今回ね、ちょっと11月のところも見ていこうかなと思います。こんな感じで獲得予定でこうやって見れるんで、11月分は2533円ということで、実は、上がる予定ですということです。11月はどんな感じだったかなっていうのを見てみると、動画本数はね、もう減ります。43本で、まあ、910再生ですから、そこまで再生数の落ち込みがなかったのかな ?910 再生ですかね。で、67、70に対して、60、54ってことで、ちょっと減ってるんですけど、実はそれでも、収益は上がる予定ということ、2500円とか200円ぐらい上がるってことでね。なんかやはり、単純にその、再生数の狙いに行くっていうよりは、結構質狙いで行くっていうのは結構重要になってくるのかもしれないなというところですね。今月分の獲得予定が多い順位くれていいですか、にしてみると、今の段階でだと、11月のやつ、12月やで出ちゃうのか。11月だと、結構この辺りとかね、あ、やっぱ、日本一リフチなエスカレーター、やっぱ短いやつが、なんやかんや、効率よく入ってくる形になってるのかな。累計収入とか、まあ結構、古い動画の方がやっぱコンスタントに入ってくれてるっていうのはあるんですね。これはありがたいですね。こっちでもやっぱしカラオケのやつとかね、こういうのはね、来てますね。うん。20円、30円とかですけど、結局これが今、もうすぐ1000作品になるんで、ってなると大きくなってくるということです。ですから10円、20円とかでもいいから稼ぐものを、コンテンツね、コンスタントに稼げるものを、増やしておくと、いいんじゃないかなということで、もうその作戦でやってますね、今のところは。うん、いい感じです。さあ、ということでございますね。
まあ11月はこんな感じということで、ニコ動はこんな。まあ、YouTube の方じゃね、その期間のやつをね、ちょっと見てみようかなと思うんですけど、そう、ってことでね、YouTube のコメント方で戻しましたけど、10月のやつからね、見ていきましょうか。でも今回で10月、11月も見ちゃって、で、今度から月1でね、最新のやつ、次のやつで11月のやつを見っていう形にして、ちょっとそのね、ちょっとね、近めのやつをね、判断していこうかなというふうに思います。で、見てみると、この月は10月は5192再生ですね、月で。で、登録者は7人増えさせていただきましたと、形ですね。で、そういう再生時間は意外と、その再生数は落ちてますけど、再生時間はそんなに悪くなかったっていう結果が出てきました。170時間です、これ。やっぱ、見たらこれ、どんどん伸びてるのかもうわかりますよね。ザ・ショーって伸びた時があるんですけど、それはもう全然、再生数のところにはね、全然、ね、影響がないんで、こういうような結果になっている形ですね。この期間の上位コンテンツというふうになると、あ、そうですね。テロップ入れの話が800再生伸びとって、満腹屋のラーメン。これがね、この時は500再生なんですよね。実はこれ、あ、そっか、4月から投稿されとって、この時も500再生入ってる。ショーツって基本的には、これなんか見たらわかりますけど、ズドーンといって、ポーンといって、ある日、ポーンって上がって、で、そこからもう全くほぼほぼ入らないよっていう。で、ここなんかもうほぼずーっと1再生で入るか入らないかってなってますけど、よくわからないですけどね。やっぱこれ、東海オンエアパワーなのか、満腹屋ってなると、ここで一回ズドーンと上がって、まあこれが一般的に、お、上がってるなっていうと、1500とか600とかなんで、あ、上がったなっていうプランスを。僕ら、終わってこ、止まってこうかなっていつもでしたね。ここから真横にスーってなるんですけど、なぜかね、ここからね、後伸びするんですね。ぐいー、ぐいーって伸びとってね、実は5400再生入ってるんですけど、ただこれがそんなにチャンネル登録には繋がってないというのは、まあ、現実としてありません。まあ、やはり、結構、ショーツはあまりチャンネル登録には、インプレッションにはあるんだけど、繋がってこないよっていうのは聞いたことあるんですけど、平均はだいたい200再生で、1登録者増えるような、ぐらいが新規の、この、低変装の場合はね。まあ、もうちょっと上に行くと、リピートで、もう登録してくれた人のリピートで見てくれる率が上がっちゃうんで、200分の1もいかないような感じにはなってくるらしいんですけど、基本的にはこれぐらいでね、まだ人数が低いよみたいなところのところは、200再生で1再生、あ、1登録者が増えるようなのが基準として見たらいいっていうふうな話があるらしいんですよ。まあ、公式じゃないところのね、情報なんで、あれなんですけども、公式はそういう情報は出してないですからね。っていうふうに見てみると、これ5400再生なんで、その理論でいくと20人ぐらいね、増えているといいかなって感じないと、これはね、助かりです。そうすると一歳ってことなんで、まあ、かなりそういったところには寄与はない感じですね。うん、っていうことです。で、なんですけども、ただ再生数はね、これだけ増えてほしい。今もずっとね、実はコンスタントにずっと、入ってきてるんで、まあ、とりあえずこれが今、一時期ね、あいつ、このエスカレーターのやつがね、ずーっと引っ張ってましたけど、こっちの方が実は、こっちは、でも、そこまでの比率じゃないから、まあ、5.8 万って言ってね、これもね、投稿してからずーっと全然再生、あれ、まあ、ちょっともう300再生とかなんで、うちの中では多かったんですけど、ここら辺からある日、突然、海外の方のね、再生が、急にバシューンって上がってきて、グイーッと上がって、なんか急にここで、ポンポンポンと、1万単位でね、ポンポンポンって再生が入って、2万再生とかね、ドーンと来て、5万7千、5万8千まで今来てますけどね、になってるんですけど、こっちの方はやはり、5万8千、まあ、母数が多いっていうのはあると思いますけど、とはいえ、5万8千57ですからね、そうすると、50で割ったら、1000再生かな ?5 で、はい、1万再生で、そうですね、だいたい1000再生で1人登録してくれてるってことで、まあ、効率としてはそんなに良くはない。200の1が基準で考えるとね。なんですけど、まあ、やはり5万8000まで再生が入るとかなり登録者にも寄与があるんだな、ということで。このまさに伸びてる時で、この時に結構、海外、これか結構ね、この時、時期は海外のフィードが上がってたんで、海外の方、この時、結構登録してくれたんだ。っていうのもあって、結構、英語の、実は、
アナリティクスね、入れるようなところとかもね、ちょっと、気をつけているようにしたのはそのあたりもありますね。っていうのがあったりします。10月はこんな感じ。11月も、で、やはり古い動画がね、こうやってコンスタントにすると再生が入るんで、これがその収益化とかになってきた時にはね、やはりこうやって、まあ、うちは、漬物、お漬物って見てますけどね、こういった感じで、漬け上がってるやつがね、最初からね、そんな再生数が変わらないけど、そこからずっと再生が入ることでね、範囲つけてもらったりも、登録をしてから800日経ってるんですけどね、実は、ずっとね、じわ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 って感じで伸びとって、で、検索の使い方も YouTube 検索ってことで、だから書き留めとかって入れてくれると、今、郵便入れと入れてもらうと、まあ3年越しぐらいでね、うちのやつがだいぶ上の方に入ってくる。まあ、じわじわ再生されてるうちに、4000再生とかもあるから、まあ結構上の方に入ってきやすくなるっていうような感じの流れがあるのかなというところですね。うん。っていうのが、この10月。で、11月は、実は、YouTuber、こんな感じで簡単に設定できるんで、これは楽ですよね。6600ってことはちょっと伸びてるかな、で、いうことですね。で、再生時間は161。うん、同じぐらいか。で、登録者数は5ってことなんで、この時の方のが、再生数は増えてるけど、そんなに、登録者には寄与していない。なんでかなというと、結局増えてる再生数ってこれなんですよね。ショーツがやっぱり増えてるんで、ね、意識高いというところで、これもね、ちょっとコンサートにやりたいところですけど、ちょっとね、撮る時間、意外とこれね、準備時間かかるんでね、っていうのがあったりして、1200、1200再生。このと、マップやとか、やっぱショーツがね、支えてるんで、で、この時はそれで、上位4つがショートですもんね、再生数は。で、しかも、これが昔に上げたやつの、お漬物動画、漬物が入っとって、っていう感じなんで、新作動画がね、正直あんまり全然入ってきてないんで、っていうのはありますね。うん。っていうのがあって、これぐらい再生数になってます、という感じでございますね。まあ、6000再生。ということで、まあ、6000、11月が6000で、ニコニコの方が、ニコニコが、11月は、900ってことですから、そうすると、まあ、だいたい6分の1ぐらいなのかな。うん。なんですけど、まあ、このあたりとかが、うん。だいぶ、傾向が変わってくるなっていうのは面白いところですよね。っていうところかな。で、今回ね、ちなみに残高がえらい減ってると思いますけど、これね、なんでかっていうと、なんだかだいぶ減ってます。広告の方にね、ちょっと回しました。ということですね。ニコニコポイントの方に回して。あれの広告に打ちましてね、ちょうど PV の公開があったんで、リアル西のターミナル駅と、ゆらゆさんのね、やつの PV があったんで、それのね、やつを流したんで、CM 流すのに、広告ちょっと打ったんで、その分ね、で、ちょっとこのポイント今回使いましたよ、と。いう形ですね。その前のアマゾンのやつは、ああ、そっか、動画アップ、こっちの方が先にかかってるから、ちょっとアマゾンギフトをやるやつがあったんですけど、実はね、ちょっとトラブルがあってね、アマゾンでその、必要としてね、ギフトで買おうというやつなんですけど、私がギフトカードのそのポイントの受け取り場所を、間違えてましてっていうか、アカウントがあってたんですけど、私ポイントに入ってくると思って、全然入ってこねえなと思って、取ってなかったんですけど、あれなんですね。ギフトの方に入るんで、ポイントとはまた、アマゾンポイントとは別のアマゾンギフトの方に入るんで、見る場所が違ったんで、これね、いつも言っとっても、あれ申請したら入ってこないなと思ってた。実際のところはほぼほぼリアルタイムに入ってきとったというオチがあって、それでちょっと、取り損ねたのかな。そこからもう一回取り直そうとしたんやけど、そこからプラスアルファでちょっと、クレジットカードにね、払って2万円ぐらいに買おうとしたら、クレジットカードが止まってて、ちょっと買えなかったっていうオチがあって。結局動画に、そうだ、お蔵入りになっちゃってるんだ、ということでございますね。いいようなことがあったりしたんですけど、まあ、これあたりとかもアマゾンでもね、ちょっとね、備品の、SD のメモリーカードとかね、そっちの方とかで、ね、ちょっと、買わせてもらって、他にもね、ちょっと、査定で使う、ちょっとした、機材のところとかを、ちょっと買わせてもらって、使わせてもらいました。これでまあ、ちょっとね、査定環境ちょっとまた良くしてね、
より良いね、査定ができていけたらなと思います。いいですね。というか、単純にやっぱテンション上がりますよね。こういう風になってくるとね。ということですね。まあ、今回はこれぐらいで、もうちょっとそろそろ準備していかないといけないんで、これぐらいでね、締めさせてもらって、来月以降はね、こんな感じで、今回ちょっとね、ぎゅっと2ヶ月分、詰めてやりましたけど、次回以降はね、次が12月分をやるのかな、うん、まとめてね。というような形になると思います。ということなんでね、またね、このシリーズもね、ぼちぼちと、開けていきたいなと思っておりますので、ね、ぜひね、またチャンネル登録とか、こういう、旅行系とか以外もね、いろいろとやっていきたいなと思ってますんでね、チャンネル登録とかね、高評価とか、コメントでね、いろいろとね、またね、ご意見いただけるとありがたいなと思っております。ということでね、この動画はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。